今日はちょっと銀行の合間を縫って佐野屋さんです。ちょっと探し物をしております。ブランド物を買うんだったら電化製品とかスピーカーは、ポータブルスピーカーを買いたいタイプです。3ヶ月後にもうちょうど今から8200の潮流なんで、トライアスロンスクール今日先週ぐらいから始めまして、今日は、まず、7時から9時まで走ってまして、その後今のもう一回おもりです。インドネシアチームの中で一番強かった人が、インドネシア代表のトライアスロンの選手っていうことだったんで、やっぱりトライアスロン、泳ぐ、走る、自転車は全部やって基礎体力をつけながら、山の方もつけていきたいと思ってます。はい、だから自転車を引っ張り出します、これから。